田所実は、日本中央競馬会に所属した、騎手、調教師。騎手時代の1966年に、日本ピローエースで、サツキ賞に優勝した。いずれも、騎手、調教師の田所秀夫は、実刑、田所秀高は老い、師匠でもある、小川さすけは叔父、田所清弘は娘婿である。1932年、北海道浦川町の農家に生まれる、実家は、 兄弟が多く貧しかったことから、幼少の頃に、おばの家に身を寄せた。1950年、すでに騎士となっていた兄、秀太おより、その師匠で、叔父の小川佐助旧舎に入門した。1953年に、騎士免許を取得。初騎乗は4月26日の、第1回阪神競馬8日目第2競争で、正緑に騎乗したが最下位に敗れた。しかし翌週の5月3日、 第3回京都競馬3日目第7競争で、マーキュリーに乗って初勝利を挙げた。1956年には障害調教中に落馬して後頭部を強打し、半年の入院生活を送った。この翌年から、機種のヘルメットが採用されている。12年目の1965年に騎乗馬大姫で、京都記念を制し、重賞初勝利を挙げる。同馬では、翌年の日経新春杯も制した。 さらに同年から、小川旧社の有力馬日本ピローエースの手綱を任され、12月には、関西の3歳王者戦、阪神3歳ステークスに勝利。翌1966年には、クラシック競争のサツ賞を制し、8大競争制覇も果たした。1973年に調教師免許を取得し、騎士を引退。騎士通算成績は1527,179勝。 管理馬房に飽きがなく、2年後の1975年に死亡した、壺、十兵衛の後を引き継いで旧社を開業。同年3月15日に、松田義太郎旧社からの遺跡馬、ジョーアスコットで初勝利を挙げた。1977年に管理馬センターグッドで半球杯を制し、重賞を初勝利。以後散発的ながら、複数の重賞勝利馬を排出した。 1990年、札幌開催において管理場から禁止薬物のカフェインが検出され、2ヶ月の調教停止処分を受ける。翌1991年、旅行先のハワイで心臓に異常を訴えて、緊急帰国したが、5月27日に死去した。59歳没。関係者や家族は、カフェイン問題の処分による心労が影響したのではないかとの見解を示している。 上京史通算成績は2206,188勝、主な起乗場は、編集。括弧内は、田所起乗時の優勝重賞競争。太字は八大競争。主な管理場、編集。括弧内は田所管理下での優勝重賞競争。ありがとうございます。